四万十町久保川。四万十川沿いにおよそ300メートルの桜並木が続きます。桜は今週月曜日に咲き始め、おととい満開になりました。ここは四万十町久保川から東和までの 42.195 キロを駆け抜ける四万十川桜マラソンのコース。スタート地点から4キロ先の国道381号線沿いでは、ランナーを見守るかのようにソメイヨシノや山桜などおよそ40本の桜が見頃を迎えています。地域を桜の花で彩ろうと地元の人たちが植えたもので、今では四万十町を代表する春の風景になっています。四万十川のせせらぎを聞きながら、菜の花と桜の共演も楽しむことができます。桜の見ごろは今月いっぱい。あさっては満開の桜並木の下をおよそ1500人のランナーが駆け抜けます。